こんにちは、発音トレーナーのセレイです。今日は今話題沸騰中、チャット GPT の使い方、これを英語学習にどうやって使えるかということについて解説していきたいと思います。2週間くらい前ですかね、アベマプライムでこのチャット GPT が紹介されていて、もうそれ見た瞬間にこれはやばいと、英語学習にめちゃくちゃ使えるじゃんということでですね、いろいろこう試してみたんですが、今日はそのいろいろ試してみた中で、これは実用的だなと思ったですね、方法を3つ紹介していきたいなと思います。英語学習をしているとですね、いろんなこう悩みって出てくるかと思うんですね。例えば新しい文法、フレーズ、単語覚えてみたけど、どうやって使えばいいかいまいちわからない、こうどんなイメージがあるのか、どんなニュアンスがあるのかって分かりづらい、自分で英作文作ってみたけど、これが合ってるのかどうか、自然なのかどうかわからない、いつも同じ表現しか使ってなくて新しい表現使ってみたいけどどうすればいいかわからない、こういう悩みってあると思うんですね。そんな時に使えるのがこのチャット GPT になります。今までの独学の英語学習では手の届かなかった部分を補完してくれる、そんなですね、使い方がベストなんじゃないかなということでですね、紹介していきたいなと思います。こちらがチャット GPT の画面になります。そもそもチャット GPT 何かというと、 AI にチャットで質問するという、そしてそれを自然な言語で答えてくれるというですね、かなり使いやすいインターフェースになってますね。で、日本語にも対応していますので、日本語で質問したら英語で答えてくれて、さらに日本語で翻訳したりもしてくれますので、初級者でも十分使うことができます。で、まず一つ目のおすすめの使い方なんですが、たくさんの例文を作ってもらう、これがですね、正直一番おすすめの使い方になります。例えばシルハブを使った例文を10個作って、ここにですね書いて、このボタンを押すとですね、今から10個のセンテンスをダーッと作ってくれます。で、例文をですね10個作って、結構普通にやるとですね時間かかることなんですけど、もう今もう6個目ですね、7個目、もうあっという間に10個のセンテンスを作ってくれます。すごくないですか。で、もしの日本語訳が欲しければ、日本語に訳してとお願いすると、日本語に訳してもくれます。で、なぜこの使い方のおすすめかというと、普段英語を使わない日本で英語を勉強していると、もう圧倒的にインプット量が足りないんですよね。で、特定の文法を勉強したとしても、教科書や参考書に載ってるのってせいぜいまあ例文が3つとかしかないので、なんかどんな時に使われるのかっていうのはイメージしきれないと思います。なので、こうやって例文を大量に作ってもらって、で、それをインプットすることによって、あ、こうやっても使えるんだ、あ、こんな感じの意味でも使えるんだとですね、こうよりですねイメージがしやすくなります。なので、文法に限らず、わかんない単語とか新しく覚えたフレーズとかを、例文を大量に作ってもらうとですね、もう理解がぐっと深まっていきます。日本語訳9個までしかなってないんですね。たまにこういうことあるんですよ。いろいろ使ったんですけど、やっぱり完璧じゃないんで、英語のミスというよりは、なんかシステム的な間違い、システム的になんかこう不具合が結構ちょくちょく出ますのでそういうところに関しては、ご愛嬌というか各自で判断してみたいなところにはなってしまうんですが、 I should have finished my work before I went to bed. 私は寝る前に仕事を終わらせるべきでした。You should have told me the truth from the beginning. もう最初から真実を教えてくれるべきでした。どこを抜けてるんですかね。彼らをパフォーマンスの前にもっと練習すべき、これが10番のなんで、9番かな、9番が抜けてるんですかね。ちょっと後で確認しますが、でもしこの10個のセンテンスで足りなければ、プラス10個の英文を作ってというふうにこうお願いすると、さらにですね10個の例文を、作ってくれます。 Here are 10 more sentences using should have. もうあっという間ですね。なので、これもうちょっとの間で20個のインプットをすることができます。で、質問を最初からクリアにしてあげると、例えば should have を使った例文を10個作って日本語も教えてっていう風にですね、より、明確に指示を出すと、まあそうやってですね作成してくれますので、まず英語を作って、そしてそこから日本語をですね、はい、日本語にも訳してくれます。いやー、すごいですね。はい、というのがまず一つ目の使い方になります。では二つ目のおすすめの使い方ですが、自分の英作文を添削してもらうという、そういう使い方になります。英語力アップをする過程でアウトプットすること、つまり自分で英語を考えて英文を作るということは、まあ絶対必要なわけなんですが、自分が作った英文ってなんかこう自信が持てないというか、自然なのかなとか、ネイティブだったらどんな表現使うのかなとこう思うことってあるかと思うんですね。で、これはもう第二言語で勉強している以上ずっとまとわりつく考えなんですが、まず英作文をしてですね、チャット GPT に入れてみましょう。そうするとどんな感じになるのかということで、ちょっと他のページで英作文とか作って、で、それあとコピペするだけぐらいにしておくといいかなと、はい、思います。
まあ、簡単な自己紹介文とそれをこう自然な英語に訳してくださいっていう風にですね、まあ指示を出しました。例えば最初の文章だと I'm Yamada from Japan. I like to play tennis and watch a movie when I have a free time. I used to live in the US when I was a college student. My main course was TESOL, which stands for Teaching English to Speakers Other Languages. I wanted to be an English teacher. こうですね、あえて兄したりとか。But I decided that I became a pronunciation trainer. I really love to teach pronunciation because I can see my students improve. っていう、まあ、こういうセンテンスを作ってやってみるとどうなったか。I'm Yamada from Japan. In my free time. あ、ここでまずこう変わりましたね。In my free time, I enjoy playing tennis and watching movies. あ、ですね。で、ここで、まあ、I like to play のところを I enjoy なんとか。私こういうのが好きなんですっていう、そういう言い方に、言い回しに変えてくれましたね。で、watching a movie、watch a movie よりも watching movies。この複数形に書いてくれてますね。で、during my college days。あ、ここも変わってますね。で、I live in the United States where I studied TESOL。あ、そうですね。ここも where を使った関係副詞でこうまとめてくれてますね。あ、as my major。そう、ここもですね、その my main course。まあ、ネイティブはこういう言い方しないんですけど、そう、専攻というのは major ですね。なので、この専攻という言葉に書いてくれてます。で、initially, I wanted to become an English... あー、で、ここでしっかりと案に変わってますね。文法の間違い。I wanted to become an English teacher, but later decided that... あ、いいですね。こう最初はこうなりたかったんだけど、later, その後で decided to become a pronunciation trainer instead. あー、いいですね。I truly love teaching pronunciation. いや、本当に好きなんです。Because it's fulfilling. ああ、この it's fulfilling to see. この表現もかっこいいですね。To see my students improve.はい、という形 でちなみにこの文章を何回か入れてますチャット GPT に。で毎回違う表現でくれます毎回違う表現くるんで、その度にあこういうことか言い方もできたのかみたいな形で新しい発見がたくさんありますね。で英作文ってこう自分で作ってるとなんかどうしてもですね同じ表現だけになりがちだったりするんですが、他の人がどうやって書くのかなみたいなことを見るといい勉強になりますよね。あ、そういう言い回しできるんだっていう発見がありますので、でもしかしたら人間のネイティブスピーカーに、まあ、校閲してもらってみんな見てもらった方がもっと良くなるかもしれないですが、独学ですよ。独学で、いつでもできる、もう自分の英作文をもう圧倒的に良くしてくれる、はい、もうこれはですね使わない手はないですよね。はい、そして3つ目の使い方ですが、テンプレを作ってもらってそれを覚えるという使い方になります。まあ、テンプレ英作文ですね。で、英語を習得する上で大切なことは何かというと、ネイティブを真似る、まあ、これに限ります。ネイティブの真似をしているうちに少しずつ自然な英語や表現などを吸収することができます。で、この時に大切になってくるのが、適当な内容の英語をインプットすることではなくて、もう自分に合った内容、自分が必要としているシチュエーションに関する内容をインプットするということが大切なんですね。で、なかなかないじゃないですか、そういうのって。正直もう自分で作らない限りはやっぱ自分が興味ない内容ってなかなか覚えられないですし、覚えても使わないんで結局忘れちゃうんですよね。なのでそういう時はですね、もうチャット GPT に自分のための英作文を作ってもらうということで、例えば会議の進行役を頼まれて最初に英語で挨拶をしないといけません。どうしますか？なんて言おうってこう作り始めますよね。ネットでいろいろ調べてめっちゃ時間もかかるし、なんかいい感じのも見当たらないしみたいなことになっちゃうかと思うんですが、ここでチャット GPT どんな文章作ってもらうかちょっと見てみましょう。で、新しいチャットですね、ここ左上のニューチャットってのを押すと、これまた画面戻りますので、会議の挨拶を英語で作ってお願いしてみます。どんな挨拶作ってくれるんですかね。はい、お、あっという間ですね。Good morning, afternoon, everyone, and welcome to this meeting. I hope you are all doing well today. Before we begin, I'd like to take a moment to introduce myself. My name is なんとかなんとか。I'll be chairing this meeting. Let's get started. うん、いいですね。シンプルですね。で、なんかちょっと短いなと思ったら、ちょっと長くしてもらいましょう。長めにしてお願いしてみるとどうなるんですかね。Good morning, afternoon, everyone, and a warm welcome to all of you who have joined us here today for this meeting.I am truly honored to be here with you all, and I hope that this meeting will be both productive and enjoyable for everyone involved. First, I'd like to take a moment to introduce myself. あ、なんか自己紹介始まっちゃいましたね。まあまあまあ。はい。Before we begin, I'd like to take a moment to thank you all for taking the time to be here today. I understand that everyone's time is valuable, and I appreciate you choosing to invest some
some of your time in this meeting. I believe that by working together, we can accomplish great things and achieve our shared goals. Now let's get started. I would like to remind everyone to please keep the conversation respectful, focused, and on topic. はい、という形でいろいろ作ってくれましたね。So without further ado, let's get started. I'm looking forward to an exciting and productive meeting with all of you. Thank you. わあ、かっこいいですね。こんな普通に自分で作ろうと思ったら、いや、作れないじゃないですかね。はい、まあ、作れたとしてもすんごい時間かかるみたいな。で、あとは自分が好きなようにこうアレンジしていければっていう形になっていきます。で、この without further ado、 こういうですね、新しい表現が出てきたら、どんな意味だろう、まあ、日本語に訳してもらうのもいいと思いますし、 without further ado を使った意味はちょっと聞いてみましょう。で、日本語に訳してもらいます。 without further ado と考えてますね。まあでもこんな感じで文章作ってもらって、分かんないことはすぐその違う画面に行くことなく教えてくれて、ああ来ました来ました、はい、遅れやためらいなくという意味。スピーカーが主要なイベントや話題に移る準備が整ったことを示すために使われます。なるほどなるほど、はい。じゃあこれだけだと結局やっぱ1個の例文しかないんで分かりづらいですね。ということは最初に戻っていきましょう。たくさんインプットしていきます。はい、ではよりイメージをですね、膨らませるためにこの without further ado という、このフレーズを使ってまた例文ですね、作ってもらいましょう。So, without further ado, let's get started with the presentation. Without further ado, I'd like to introduce our keynote speaker.、うん、なんかやっぱシチュエーション的に全体的にやっぱそのイベント系とかですよね。なんか少しこうフォーマルな感じの。Without further ado, let's hear the results of the competition. Without further ado, let's begin the award ceremony. Without further ado, I'd like to announce the winner of the contest.はい、という形でなんかいろんなシチュエーションなんかイメージつきやすいですよね。あ、こんな時使えるんだっていう、これも理解がぐっと一気に深まりましたね。はい、という感じでですね、もう英語学習にこのチャット GPT 使っていくとめちゃくちゃ効率よく、さらにこう深くですね、練習学習することができます。で、サムネも少し載せてるんですけど、この英語のチャット GPT で英語のを作りましょうってどういうことかというと、まあ、英語のってそもそもざっくり言うと、日本語を返さずに、まあ、英語を英語で理解したりとか、まあ、英語で考えて英語で話せる状態のことですよね。で、じゃあこの状態どうなったらできるのって話なんですが、結局大量にインプットして大量にアウトプットした結果、慣れちゃったから日本語がいらないっていう状態なんですね。なので、もう英語のを鍛えたいという方は、もう大量の例文とか大量のですね、もうインプットするっていう、このもう必要不可欠になります。ただその必要不可欠なものなんですが、普段の英語学習だとなかなか足りない、不足しがちなものになりますので、それを補うための使い方っていうのがですね、おすすめの3つの紹介に、なりました。ということで、チャット GPT いかがだったでしょうか。めちゃくちゃすごくないですか。でももう使い方たくさんあると思います。もういろんな方法あると思いますので、いろいろ試してみて、この使い方良かったよっていうのがあればですね、ぜひ、コメント欄で紹介してください。で、普段このチャンネルでは発音について解説をしているんですが、次の動画ではこのチャット GPT と発音どうやって掛け合わせることができるのかということについて解説していきますので、ぜひ興味がある方はですね、チャンネル登録いただければと思います。